どうも皆さんこんにちは、メグです。今回の動画はタイトルでも、出ているように、こうシアトルに移り住む上でここってどうなのって言ったところを紹介していこうかなと思いまして、 The Worst 7ということで、7つここを聞いたらちょっと微妙かなっていうふうに思われるような、でも一応知っておいた方がいいって言ったところを7つ考えさせてもらいました。まあ一応7年8年シアトルに住んでるものとして、これぐらいかなっていうふうには思うんですけれども、もしねこれに付け加えがあるとか、そこってちょっとどうなんでしょうっていう何かあれば、ぜひコメント欄でコメントをいただきたいんですけれども、最後まで見てってもらえたら嬉しいです。それでは行きましょう。はい、それではまず1つ目、ウィードです。はい、マリファナですね。まあちらほらといろんな情報、いろんなところの場所にいる人たちから聞いてるかなとは思うんですけれども、私このマリファナに関してはすごく物申したいことがたくさんあるので、また別の機会できちんとした動画を出したいんですけれども、今回はこの7つのうちの1つとして、皆様にもこういい面でも悪い面でも一応ファクトだよって言ったところの面としてお伝えしたいなと思って選ばさせてもらいました。で、ウィードはですね、もし他の州とかで暮らしてて、すでに暮らしていて、この匂いがダメなんだよねとか、あとね、アメリカなんか行ったことなくって、もうウィードイコール怖い中毒なドラッグなんでしょっていう風なイメージがすごくある人がシアトルにいきなり来ると、ちょっと暮らしにくいかなっていう風に思ったんですね。っていうのも、まあね、もともとワシントン州はウィードがリーガルにはなっています。で、まあそれあるなし関係なしに、実はですね、私最初の方アメリカ来てからのルームメイトの一人がもうガンガン崇高だったんですよね。で、一応最初はベランダの外とか部屋の中だけで吸うっていう感じで、一応避けてはもらっていたんですけれども、であと扉もやっぱり開けるたんびに匂いが出てきたりとかするので、そのマリファラのことに関してよく知らない私は本当にそれが怖くって、さすわれても嫌だし、匂いが本当にあれ強いんですよね、独特なんですよね。で、そういうのがあるから結構怖かったし、匂いがダメだと本当にね、ちょっとした公園とか歩いてても夕方になってくると、その匂いがちょっとどこからともなくしてきたりとか、車の中でその匂いが残ってる車とか、やっぱり匂いがすごく強いので、その面で来た時に驚くかな、やっぱり吸ってる人も多いので。で、面白いのがヘンプフェスタっていうのが一応シアトルにはあって、年に1回3日間くらい連続であるんですけれども、すごいですよ。大大のやっぱシャツ着て、大音量のもうベースバンバン聞かせて、本当に大きい公園なんですけども、そこでいろんなものバイバイしたりとかしながら、みんなでもうそこのエリアでガンガン吸ってお互いのものを見せ合ったりとかして楽しむみたいな、すごいフェストがあって、私昔行ってみたことあるんですけど、すごかったですそういう面でね、今も言ったように、事前にマリファナってどんなものなのかとか、一応ワシントン州シアトルはそういう人たちが多いよっていうのを踏まえた上で来ると、ちょっと気持ち的に楽かもしれないですね。はい、でそして続いては丘がシアトルにはとっても多いです。これは去年出した動画でシアトルのマイナーファクトっていう動画があるんですけれども、そちらでも一つのカテゴリーとして紹介させてもらったんですけれども、サンフランシスコの有名な本当にメインの丘あるじゃないですか、あんな感じで すごく急な坂道が、しかも1個とかじゃないんです、結構なところにあって、なのでエクササイズが苦手とか、自転車でね、どっかいろいろマウンテンバイクを使っていろいろ行きたいんだとかいう風な考えがある方が、もしシアトルに来ると、ちょっとその辺ではちょっと買い出しに行くだけでももう汗だく、筋肉痛、むしろ自転車を押して歩いた方が早いんじゃないかぐらいな丘がちょこちょことあるので、その辺も踏まえて、引っ越されてこられたらいいのかなと思います。はい、続いてなんですけれども、シアトルはね、よくねグルーミーな街とか雨の街っていう風に言われることが多いんですね。でもちょっとこれ一つ言わせてもらうと、実はジオグラフィー的にネットできちんと調べてみると、雨量の一番ある街かっていうと、実はそうでもないんですよね。
ただイメージがすごく強い。で、やっぱ曇りな空の日が多いから、あと天気予報とかも1週間予報見ててもやっぱり曇りか雨の傘マークがやっぱり3分の1から半分ぐらいは常にあるので、どうしてもイメージ的に、ああまた雨だよまた雨だよっていう風にちょっとそういう考えになってしまう。日本のその梅雨時は雨が降って当然でしょっていう、そういう考えなのがシアトルの年がら年中みたいな感じになっているので、あと冬場がねやっぱりサマータイムの関係とかもあって、本当に日が沈むのがね一番早い時には3時半か4時ぐらいにもう日が沈んでしまうのが、もう秋から冬にかけてもう数ヶ月あるので、やっぱそういったところを思うとどうしてもグルミだとかその雨の多い街っていうイメージがどうしてもあって憂鬱な街っていう風なイメージがついてしまうのもわからなくもないっていったところですね。はい、続いてはアウトドアのアクティビティですね。極端に私の中のイメージで言うとシアトルって極端にスポーツというかアウトドア、ハイキングとかキャンプとかそういうオタクか、あとはアニメオタクかっていう、なんかねゲームかアニメオタクみたいな、そういう極端な二極に分かれるような気がするんですよね。全然それが悪いとかっていうわけではなくって、もし私が思うのがその周りを見てもね、やっぱり週末何したとか何するっていう、だいたいハイキングとかバーベキューしたとか、キャンピングに行ってきたとか、そういうのを聞くことが本当に多いので、アウトドアアクティビティとかが好きじゃないとちょっとなんだろう、5分の4ぐらいのオプション、週末のオプションが削り取られてしまうっていうふうに言ってもいいぐらい、友達との出かけるアクティビティのオプションがあれかな、減ってしまうのかなって思う。まあ、夏とかにね、限らず一応ダウンタウンに行けば音楽の街ってたくさんバーとかねいっぱいあるので、まあ、そういう面でも懲りずにいろんなとこ行くことができるんですけれども、はい、まあ、そういうところもシアトルの一部かなと思います。皆さんまだ見ていらっしゃいますか？まだまだありますよ。続いては、カビとアレルギーがダメな人はちょっとこのお話は痛々しい話かなって思うんですね。シアトルはですね、亜熱帯に近いエリアで湿気がすごくあるんですね。で、うち夫婦こうお肉を摂取しない生活スタイルをメインとしているので、買い出しに行ってもその大きな買い出しの半分の金額は全部野菜に行くっていうぐらい、結構野菜とか普段から大量に取ってるんですけれども、買ってくるのはいいんだけれども、もう1週間とか、あとはもう洗っていくともう1日2日とかで、冬とか特に本当にねもうふさふさーってもうモコモコしたカビがもうすぐに生えてくるんですね。前旦那さんが住んでたアパートですっごくくしゃみが激しくなって辛そうにしてたんですね。でちょっと湿気も多いし、朝起きると窓に水が垂れてくるぐらい、やっぱり外と中の気温のね差がすごく違くって、これはカビ生えるだろう、そのもの窓の縁がもうすでに黒いんです。でそれを見て旦那さんがそのベッドが置いてあったところをずらしたんですね。そしたらめぐみ、ちょっと数日間このベッドで寝れなくなると思うって言われて、どうしたどうしたって話聞いたら、ベッドずらしたところにもう真っ黒いカビがバーってもうあって、もうそりゃあね、あんだけ敏感な、ね、彼がくしゃみ絶え間なく冬場でねするのも理解できるわっていうふうなぐらい本当にひどくって、友達でもカビに困ってる子がやっぱいたので、一言ではないですね。やっぱりシアトルにいるときはきちんと室内機とか空気の循環とかなるべくできるだけきちんとしてメンテナンスしないと、気をつけてもらいたいなっていう。で食べ物も本当にそうですね。でアレルギーに関しては、まあ、これはねどこに行ってもつきものかなとは思うんですけれども、一応ねワシントン州はね草木に囲まれたすごく自然の多いところなので、いい意味ではそういった花とか草木を楽しむことができるんですけれども、やっぱアレルギーある人からするともう怖いですね。でしかもそのアレルギーも1種類とか2種類の問題じゃなくって、いろんなね木からあと雑草から花からいろいろあるので、一応こんな感じなんですね。
で、なのでアレルギーとか、カビに繊細な人は、まあ、来るなというわけではないんですけれども、そういったところも踏まえて下調べして、あとは自分に合う薬とかね、その鼻にやるスプレーとか飲み薬でも何でも、そういうのをきちんと持った上でやってくると、まあ、対処には少ししやすいかなと思います。はい、続いてはシアトルのドライバーの運転です。あの、本当にこれは物申したい。もっとお前らうまく運転できねえのかよっていうぐらい、ここで運転し始めると性格がみんな変わってしまうっていうぐらい、その30秒とかがもう待てなくって動いて事故を起こすとか、あの、一番驚いたのがね、冬の雪の日とかでもないのに、ガンガンに晴れた夏の炎天下のまっすぐな、ただまっすぐだけな道のハイウェイで交通事故を起こしている人とかを見た時には、いや本当にここの運転する人たちってバカなのか、本当に運転荒いし短気だし、あと道も細いとこも多いし、こう誰一人のせいだとかじゃなくって、みんながみんなを悪い習慣につなげてってるって感じですかね。あー本当に、それプラスでここ数年そのエコとかね、そういうのを踏まえた上で、あのマウンテンバイクとかでもうこう自転車率が増えてきたりとかして、その前には自転車レーンがあんまりなかったりとかで、細い道とかカーブが多かったりとか丘が多かったりすると、自転車の人が邪魔だと思って短気な人をそれを抜かそうと思って下手して事故に遭うとか、歩行の、ね、横断のとこではきちんと止まりましょうっていうところでは、私この前なんか、あの2車私と目合ってるのに止まらないでそのまんま見て無視して去ってった車とかもあったりとかして、本当にね、旦那さんとちょっと友達の家に行くとかハイキング行く、わーいって言って車乗って5分ぐらいすると、必ず1回は急ブレーキしなきゃいけないことが絶対あります。本当にとにかくみんな短気ですね。朝の通勤ラッシュも本当に尋常じゃなくって、北から南ダウンタウンに向かっていくその方向が朝のラッシュで、帰りのね、その帰国ラッシュもだいたい3時から7時8時ぐらいまで、南から北にかけての高速道路がもう本当に動かないんですよね。シアトルのドライバーは人が本当に変わるってぐらい、車に乗ると短気だし事故中だなっていうドライバー本当に多いので、あの自分がね 120% 気をつけて動いてても、満員の人たちがそうじゃなくって事故に遭うことすごく多いと思うので、なるべく保険をきちんとあるようにしてもらったりとか、混む時間帯が避けられるのであれば、そういった感じで、運転したりとか、その辺気をつけてもらえたらなと思います。はい、最後はですね、リッチなテックカンパニーがダウンタウンを元にどんどん拡大してきています、ここ5年10年で。で、昔はダウンタウンのエリアでもそこまで高くなかったんですね、物価が。今は家のね、家賃がどんどん上がっています。で、やっぱりそういうのもそのテックカンパニーの人たちがやっぱり物価を上げてったりとか、やっぱそうやってどんどん働きに来るので、他の州から。で、結局そういうリッチなカンパニーで働く人たちが結局リッチになって、そういう人たちが買う家がどんどんリッチになってって、結局その地元の人とか、低賃金な仕事をしてる人たちとかの家がもう住めなくなってからの去年のパンデミックがあって、そういうふうに考えると貧困が激しくなってきています。悲しい話なんですけれども、事実です。私の前のいろんな動画でちょこちょこ言ったり、記事にも書いたりとかもあるし、これからまだと別動画できちんとお話したいホームレス問題とかもあるんですけれども、シアトルのホームレス問題は去年のパンデミックの以前の情報なんですけれども、とアメリカ国内の3位に入るぐらい、ウォースト3に入ると、本当にホームレスの量が多い街の一つです。私本当にアマゾンとかサポートしたくなくって、ああいう闇カンパニーがダメなので、ちょっと申し訳ないんですけれども、そういう人たちが今はね、ほら今年パンデミックがあってリモートでやれるようになって
それで味を占めて今カンパニーにもう戻ってきてもいいよって言っても、家でやっぱり仕事がしたいとかいう人たちが増えてきてるみたいなので、そうなってくると今度はそのカンパニーがあったエリアのダウンタウンの物価が高かったのが、もっと違った郊外のところまで足が伸ばしてしまう可能性がやっぱ高いんですよね。住む場所がもうリモートで OK に会社がなってったら、そのテックカンパニーの人たちすっごく人口が多いんですね今シアトルでは。なのでその人たちが今まではそのダウンタウンエリアだったのがすでにもう徐々に拡大してきてるのに、その拡大の幅がもう多分想像しきれないぐらい広がってあっちゃこっちゃ行くと思うので、そうなってくると本当に今以上に貧困の差が増えるんじゃないのかなっていうふうにちょっと恐れはあります。実際としてはやっぱりそういうふうに考え、その貧困考えるとテックカンパニーが来てからシアトルは本当にテックシリって言われる始めるようになったぐらい変わってきているので、貧困問題はやっぱり切り離せない問題にはなってきてると思います。はい、いかがだったでしょうか。このね、7ついろいろ挙げてきたんですけれども、その中からまだまだ知らないことがあったとか、知ってたけれどもめぐみさんの見解を聞いてみると知らないことがまだまだあったとか、何か驚くところがあれば嬉しいんですけれども、逆に私がここで皆様に聞きたいのは、それを聞いて皆さんはどう思いましたかっていったところなんですね。タイトルとしてはそのシアトルにやってくるのはどうなんだっていったところについてタイトルにしてみたんですけれども、実はそのシアトルのネグティブなところってここなんだよっていう風な動画を作りたかったんじゃなくて、私は実はメンタルの面で皆様にこの動画を作ってお話をしたいなと思っていたんですね。人にね、ここが嫌なとこだよとか住むのにきついところだよっていう風に聞いても、それはあくまでも他人の見解だったりファクトだったり見方っていう一つのね、見方考え方っていったところだったりっていうだけであって、それが自分の生活にどう影響を与えるのか、自分が移り住む決断にどう関係してくるのかっていうのは、それを理由として行く行かないを決めるっていうものではないと思うんですよね。ちょっとね、話分かりにくいかなと思うのでちょっと別な言い方するんですけれども、例えば恋愛とかをしてても自分のね、愛する人が 100% 何をしてるところを見てても完璧な人っていると思いますか？やっぱりその惚れたところじゃないところを365日こうやって見て一緒に暮らしていく上で、こう、あ、こういう一面もあるんだ、結構げんなりだわって言ったところ、実は誰にでもあると思うんですよね。でもそれもひっくるめてその人を愛する、それが本当の愛って言ったところ、でやっぱりそういう見たくないところも含めて愛せることが、やっぱりそれが人間の美しさって言ったところだと思うんですよね。でシアトルっていうその土地選びをするにしても同じことかなって私は思うんですよね。やっぱりあれが嫌だ、ここが汚い、これが見たくないところ、ここが問題だよね、あげればいくつでも出てくると思います。でもそれっていくらそのファクトが100個であろうと1万個あろうと、何か一つ自分の中で、でもやっぱり私はシアトルのこの料理が好きなんだ、シアトルにはここ私の愛する人がいるんだとか、何か一個その人の心を食い止めるものがあれば、残りの1万個100万個の嫌いなところっていうのも帳消しになってしまうんじゃないのかなってやっぱ思うんですよね。私は今挙げてきた7つのうちで、正直そのうちのその貧困の差がすごく激しいところと運転の荒さ、その2つに関しては本当にシアトルにいたくないなっていうのは思います。できれば離れたい。でもそれは改善することができないのかとか、そのファクトをいろんな角度から見ていくことによって、今まで気づかなかったこととか問題事とか、その奥に隠れている自分の内面っていうものがもっと見えてきたりとかして、住めば都っていう言葉もあるように、徐々にそれを含めてその街の癖が愛おしくなってきたりとかっていうのもあったりすると思うので、やっぱり考え方だと思います。見たくないところであろうと何であろうと、しっかりと見極めて学んで、そこからのライフレッスンとして、次にそう起こらないようにしようとか、次にそういうことが起こったらこういうふうな行動を取れるように気持ちを切り替えようとか、やっぱり
すべてはマインドセットだと思うんですよね。そうすればもっと幸せを感じやすくなったりもしますし、いかにそういう幸せな瞬間を楽しむのか、いかにそういう幸せな瞬間を見つけ出すのかっていうのはやっぱり自分の考え方だと思うので、シアトル選びだけじゃなくって何に関してもファクトはファクトで、そこで終えて、それを自分の中でどう解釈してどう対応してどう将来につなげていこうかっていう風な、全部自分の動き次第、考え方次第で、いい方向にも変わっていくことになると思うので、いろんな角度から答えを見つけ出してもらえたらなと思います。はい、ということで今回この動画はこんな感じで終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。もう何度も言うようですけれども、私は本当にシアトル大好きです。本当に自然がいっぱいで本当におすすめです。Vlog もいっぱい用意しているので、ハイキングだったりビーチとかね、キャンピングとかいろいろあるので、ぜひぜひそちらもチェックしてみて、シアトルのちょっとしたその自然の一面を皆様にも感じていただけたらなと思います。もっとシアトルのマイナーファクトが気になる方、シアトルもっと知ってみたいなっていう方いらっしゃれば、去年作った、さっきも言った動画を、リンクを概要欄に貼っておきます。で、それ以外にまだあともう2段作る予定なので、ちょっといつになるかわからないんですけども、はい、それも楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ長々と今回もご覧いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。